何してんの？ん？ね、売れそうなやつを探してお金にしようと思って。あね。そんなのか。それおひつかな。すごいね。これとか売れそうだよね。このままで。これとかどう？汚いか。いやでもさ、そんなんさ、オキシクリーンにつけたら綺麗になるんじゃん。じゃあ。まあ、一応売れそうなものはこう分けとる。うんうん。そしてこれとかすごいよ、これしゃもじがついてる。うんうん。中全然綺麗やけどね。そうそう。そんな売れそうなものは売れそうなもので、まあね、少しでもお金にできるところはしていかないと。何やって捨てるのにお金かかるからさ。そうだね。はい、やばくない？ここ、うん、こんな感じ。あ、かわいいじゃん。全然使えそうですね。ほとぶきって書いてある。こんなんいけそうだけどね。全然綺麗じゃん。それは結構古そうだけど。ね、うん、これはちょっと汚いね。あ、でも結構ね、いいのはあるかもしれない。こんなのさ、綺麗だよね。あとはこっちで綺麗に洗えば。そうだね。こっちで。はい。もう疲れたの？蚊がめっちゃたがってるよ。疲れた？うん。これはいけそうだぞ。ほら、お洋服いっぱい入ってるし。多分ね、あの着れる洋服とかも結構あるかもしれない。あ、いけるよ。ほら、見て。めっちゃ上下合うじゃん。意外とさ、じゃん。男性ものかな、女性もの？女性かもしれない。こんなんとか売ってってさ、少しでもお金にしていけるんじゃない？果たしていくらになるんでしょうか。なるんでしょうか。なんか意外と売れそうなものも入ってるけど、ね、なんか売れそうなのは分別して、まあリサイクルショップの場所とか、そういうことになると売れそうなやつ。さあ、車何回往復で終わるのでしょうか。そういうなんか、
とりあえずさ、閉まっちゃうからちょっと急がないとね。ん？ゴミ捨てるとこが閉まっちゃうからさ。あ、そうなの。これ、めっちゃ重い。もうここのどんどん持ってっていいってことね。はずい。でももうそろそろ車満帆になりそうだよ。え、もうなるの？どうしよう。自暴自棄になってる。もうだってゴミ屋敷だもん。ゴミ屋敷に住むの。ゴミ屋敷に住むの。住むね。暑い。やばいやばい。もうそろそろ行かないと間に合わない。ゴミセンター？うん。もういいんじゃない？閉めるよ。はい。よいしょ。とりあえずこれで、これで。行きますか。はい。はい。何のアイフォンどこやったの？え？渡したじゃん。やった。こんなところに、ゴミに。テスラに入れないと。ちょっと待って。はい。すごい。か？来ましょう。エアコン効くようになったの？え、エアコンね、もう、完全に直してもらった。あ、そうなんだ、すごい。すごいね。気をつけて。はい。ここで寝るのね。うん、だってそれしかないもん。そっか。うん。とりあえずね、こんな感じで。
なみに、あの、なんでこの部屋しかないかって言ったら、別の部屋をちょっと見てもらったら分かるんですけど、こっち、まあね、ゴミを分別して、売れるものを今ね、そこに全部置いてるの。うん、これをね、今乾かしてんだよね。すごい臭いし、雨ですごい濡れちゃったから、うん、そうね、隣の部屋全部乾かして、お金にできるものをお金にして、汚いとかもね、言ってられないからね。そうだね。そう。でね、ここ穴がいっぱい開いてるから蚊取り線香で蚊が入ってこないようにしてます。やばいね、この穴ね。この穴、あ、この穴はね、あの明日業者を呼んでて、うん、その業者さんに来てもらって、あの見積もり取ってもらうようにして。ああ、そうなの。そう、明日はここの穴とそこの穴、うん、全部できるだけ安くやってもらえる業者さんお願いよね。どう、ほらゴミは取れたけどね。ここら辺のね、ちょっとクズとかもゴミ取っていきたいかな。ほうきで入ったら。そう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 、あのこのね、これでね、この感じ。今日は涼しいからまだ全然いいね。ただいまの気温、ただいまの気温は23度。涼しいね。さっきさ、おばあちゃん家行った時ね、30度くらいだったよ。めっちゃ暑くない？すごい暑かった。で、そう、今ねおばあちゃん家から掃除用具持ってきて、今日はここでね、今日はおばあちゃん家で何してたの？今日はおばあちゃん家のあれね、ゴミまみれの庭の掃除、うん、いろんなもの鉄くず業者に持って行ったり、うん、あとはジモティでなんだっけ、倉庫、はいはい、倉庫を買ってくれる人が見つかったから、引き取りね、なんか手伝いしたりだよね。解体のゴミでもお金になるわけですね。そう、だからお金にできるものはね、何でもお金に、ゴミもお金になりますから、はい、捨てるよりはね。そう、だからゴミもお金になるから、リサイクルショップとかスクラップ工場とかジモティメルカリ、いろいろ活用して賢く生活していこうかなって感じ。はい、はい、そう、だいぶね、気になった。ここ外したい。もう腐ってるね。そう、
で、この穴をさ、あの向こうにある布団でさ、とりあえず蓋して、隠しちゃおう。うん。今ね、床とかがもう綺麗になったから。よいしょ。これでいっか、軽いから。めっちゃ軽い。これを何で和室で寝ればいいじゃんって思うじゃん。和室はね、一番暑くてすごいの、ダニが。そうなんだ。そう、だからそこでは寝ない。こっちの方がね、風通しがいいし、畳のね、クリーニングとかしなきゃね。ダニがすごいからね、ニキビとか発生しちゃうじゃん。とりあえずこうしとこう。その布団も割とまだ綺麗だよね。綺麗だよね。でもね、誰が使ったかわからないから。よいしょ、こんな感じで OK。 で、今日私たちが寝るのはキャンプ用の、いつもテスラに積んでるベッド、あれを空気で膨らまして、ここに置いて寝る。はい、わかりました。はい、できたー。俺のやつ取っとこよ、後で。枕もう一個。じゃん。どう？ここだけあのダブルベッド。これすっごい暑い。暑い？これはちょっといらないかもしれない。今日はいらないってこと？今日は。ここで寝まーす。電気消す？うん、そうだね。蚊取り線香もうたくさんやったし、掃除も終わりましたし、ゴミも片付けましたし、今日はここでおやすみします。おやすみなさい。ちょっと待って、ちょっと待ってね、ちょっと待って、ウォシュレット、パジャマに着てたの忘れてました。あ、そうだね。やばいやばいやばい。これはね、どっちが前なんだろう。こうかな。よいしょ。よいしょ。超バカみたいな人だってちゃう。いや、終わった。今日は。いつもの
夏部屋着スタイル。そうね。こんな感じ。OK。よいしょ。さて。じゃあ、おやすみなさい。おやすみ。じゃあ、おやすみなさい。おやすみ。結構傾いてますよね。うん、コンパなっちゃって、このクッションドア貼るか。うんうんうん。どっか職人雇ってると、その分会社が入ってると高いです。うん、うん。で、また。自分一人でやってるから。あ、一人でやられるんですか。うん。僕らも手伝えることがあれば。うん。だからこういうペンキとかに本当に塗ってくれれば、もう。うん。全然やります。全然やります。やるね。はい、本当に。いや、本当にこれコンパネだけ引くから、あと上は自分家でパあれも何でも引くとかな、できるならもうまだ全然やる。ああ、そんなん全然、うん、やるね。まあ、全然やります。うん、はい、楽しいな、DIY 楽しいな。全然やる。まあ、全然まだそういう初心者でできるんで、はい、コンパネ引けば、はい、下地だけできて上はフロアタイルでも何でも引けるんで。はいはいはい。全然やります。多分そういうのが安いですよ、全然。はい。全然やります。多分あの人、多分業者によってそれを、材料費を跳ね上げてもらうんで、大体。ああ。全然やります。うん。あと、そうすればもう安くなる、ちょっとは。うん。